おはようございます。西田渉です。えー、3月7日火曜日というところでいかがお過ごしでしょうか全然収録しております。えっ、ー、と、いよいよね、こちら、えー、3月22日からの、えー、N 点に伴います、写真集ゲイズ v o l 7と、妻の写真集日々っていうところの、えー、入稿がね、もう全部終わって、あとは、えー、印刷工程、すり上がりを待つっていう段階になりました。まずは、こちらの N 点にて、えー、3月22日か27日、 発売しようと思いますので、ぜひ N 0にお越しいただいてご購入していただきつつサインやコミュニケーション取れたらと思っておりますので、妻もね、非常に楽しみにしておりますので、えー、今からは、えー、今週ぐらいからね、新たに額とかも出来上がってきて、ブックマットはも仕上がってきました。ブックマットっていうのは写真をこう挟んで、こう、額の中に入れるマットですね。えー、それも仕上がってきているので、えっ、ー、と、そろそろプリントの方に えー、入っていこうかなと思います。妻のチャンネルの方で、妻のプリント風景とかは、えー、収録するって言ってたので、ぜひともそちらで。多分妻のね、チャンネル見てるとむしろ西田塾並みのある意味では濃い内容やったり時々するので、えー、結構こまめに妻のチャンネルもチェックしていただけると非常に、えー、逆に写真のノウハウ知識は西田塾並みに場合によっては え、入っていくのではないかっていうところで、そちらも合わせてね、ご覧いただけたらと思っております。っていうところで、えっ、ー、と、今日は R6M2 がね、今年出るんじゃないかっていうふうに言われていたんですが、えー、結果、2024年とかに来年になるんじゃないかっていうお話。まあ、R1 と R6M2 あたりは来年になるんじゃないかっていうお話。ですが、えっ、ー、と、R5 をね、超パワーアップさせるような、 ファームアップが来るんじゃないかっていう。要は、まずは、あの、ブリージング補正ね。レンズのブリージング、これですよ。こう、こうなった時に、後ろがじわーっとこう、わかりますここの部分こ。ここですね。この辺がじわーっとなっていく。このブリージングがこう、前後ろやっていくところを、えー、え、押さえると。ソニー機にはね、もう入っているんですけども、レンズブリージングね。ブリジング機能みたいな。これが R6 m a クスには入ってきていて、なんで、この辺も入れていくんじゃない。 あとは撮影前のバッファーとかって書いてるんで、これローバーストモードですかね。あと何よりも30分記録制限の撤廃ってね、これ結構マストですよね。なので、ここをやってくれると R5 もかなりね、有用性高くなってくるっていうか。まあ、この辺はありがたいですよね。こう収録するにあたって、熱もね、熱耐性も R5 実はめっちゃ今強くなっているのでね。 あとは車両ツインモードの F とかも強くなったりとかっていうね。R6M2 a r Mark II はヘリコプターまで終えたりとか、すごいアルゴリズム入ってますよね。その辺を R5 に入れてくれるんじゃないかっていうね。より多くの動物の追加追跡とかっていうね。なので。で、えっ、ー、と、また EOS R5 には現在の EOS r, r のラインナップをはるかに超えるいくつかの新しい機能を期待するみたいなね。そんな感じになっているっていうところで。 まあ、要は、えっと、ファームアップによって R5 ユーザーがかなりお得になるよっていう。これはこれでありがたいですよね。まあ、一個人の意見とすれば、R5 やっぱりね、R6 Mark II 最近使い始めていると、バッテリーライフね、ここが、本当に R5 も何か電力効率とかアルゴリズムの変化でやってくればいいんですが、まあ無理でしょうね。やっぱりこう、CMOS センサーの熱とかの問題もありますから、 えっと、R3 以降か、えっ、ー、と、R7、R10、そして R6M2、この辺が大体横並びの読み出し速度とか考えても、横並び一緒のセンサーかなということになるのかなと思いますので、このセンサーがね、今回、相当優秀なのかなと思います。まあもちろん、 ムービーなどを撮る上とかではね、ちょっと読み出し遅くて、また洋画のねじれとかは、自撮りとかしてるとグワングワンっていうのがあったりするんですけども、その辺はソニーが優秀ですが、まあ、いかんせん写真を撮る上ではね、やっぱすごい素直なセンサーで、シャドー部の会長性もかなり豊かですし、ノイズ耐性もね、ま、まあ、1万超えてくるとさすがに乗ってはきますけど、解像感の崩れは少ないかなとか、そういったところもありますのでね。なのでまあちょっとつなぎ的なところで、 でも R5 ユーザーにとってみれば、ある意味朗報ですよね。長くこう、あの、メーカー側もね、ファームアップ含めて面倒見てくれるカメラっていう。要は、e、EOS R みたいな位置づけになるのかなーっていう考え方ですよね。EOS R もファームウェア1.8ぐらいまでやりましたっけまだもうちょっと先あったっけとにかく、LP-E6NH に対応させたことによって、EOS R が強烈な、えー、ロングライフバッテリー、 になったっていうね。要は1500万ぐらい取れるんですよね。LP6NH 使を使うとね。それぐらいモンスターカメラになりましたから。まあ、例えばですけど、まあ、EOS R5 が、まあ、LP6NH 同じ企画で、あの、まあ、わかんないけど、LP6NH2 みたいなやつで、これが同じ形だけど、また、ちょっとセルの改良とかで、バッテリーの改良とかで、 あのより同じサイズだけど高容量になったとかっていう風になった上で R5 がそれに対応してくれればまたそれだけでロングライフバッテリーになりますよねなのでこのバッテリー自体もま FP6NH、あ、が出て、えー、R5 とか2年半ぐらい経つのかここの研究開発ももうちょっと頑張ってもらって同じ形状だけど今どれぐらいのあれだっけ2130 ミリアンミリアンペアアワーになるのかな。2130と。例えばこれを頑張って2400まで持ち上げたら、それだけでもね、1、2割ぐらいボンと上がるわけだから、それで R5 の電池のバッテリーの持ちも良くなったり、引いては r 6ク2とか、もう本当にリアルに1本だけでやっていくことが可能とか、そうなったら熱いですよね。なんでそういった複合的な要素で、えー、まあもちろん AF とかの強化も欲しいんですけれども、 やはり僕ら最終的に求めてるのってもう映る映すっていうことに関してはもう今十分は十分ですよねもちろんすごいですけど R3 とか使ってますから凄さはわかってるんですがまあ十分は十分なんで最終的にはバッテリーの持ちっていうところがまあ終日取ってて本当に予備バッテリー1本持っていっとけば本当にまあ気にすることなくね 自由自在に撮れるみたいな。そういった感じになってくれたらありがたいのかなーっていう。まあもちろん R5 でね、30分記録の撤廃とか、この辺はなんとか頑張ってやってほしいかなと思うんですよね。何かそういった、なんかソフトウェア上で、まあ素人なんで、素人意見で言うと、なんかソフトウェア処理でいけそうな感じはしますよね。あとは、まあ、デュアルピクセルシモセーフ2ではあるんですけども、まあなんだかんだ、 ねえ、えっ、ー、と、R6M2 とかのデュアルピクセルシモセー2とはちょっと明らかに違ったりしてるのでね、その辺が本当の意味で R5 が R6M2 並みのアルゴリズムが仮に入ったとしても、それこに AF がついていけるのか対応できるのかとか、その辺はちょっと気になったりはしますよね。その R3 と同様のアルゴリズム入れてきたものの若干 R5 もギクシャクしたなーっていうね、R6 とか特にギクシャクしたなーっていう感じは否めなかったので、まあこの辺のすり合わせが一個前の世代のオートフォーカスで対応できるのかどうかっていうね、もう R6MAX はね、かなりすごいところまで来てるかなと。動画になっちゃうと写真ほどの AF 性能はちょっとハテナがね、この間、えー、と CP プラスの収録の時にね、 結構白壁気味で文字があるところがあったんですが、その時とかちょっとフォーカスが合わなくて迷ったっていうところがありましたので、ソニー機だとまずはありえないような、えー、フォーカスの迷いだったので、あらっと思って、R6 Mark II は意外とムービーになると、えー、写真ほどの AF アルゴリズムもしかしてないみたいな。R3 はまあ、まあ、さすがにパワーありそうな感じはするんですよね。R3 はあんまりこう、フォーカスで違和感を感じたことはほぼないから、時々ね、あれとかつって、え、なんだろうな。例えばこう、小さいアイテムとかをこうやってポンとかって出すと、あれちょっと迷うとかっていう時はあったりするんですけども。まあでも、ちゃんと合ってますよね。最低限ね。なので R 3、R3、やっぱ僕もね、もう日々この R3 で収録しているので、 これがデフォルトなんですよ。もう僕の中のオートフォーカスのデフォルト。それで違和感ないなぁって思えるのはやっぱりソニー機かなーっていう。この FX30 とかね、APS-C っていうのもありますけれども、まあ、比較的 AF はやっぱり、まあ僕の場合これね、APS-C で F4 ですからね、あんまりそこまで厳密な、まあ、F4 だとまあ実質フルサイズ F5.6 ぐらいまで絞り込んで収録しているようなもんですから、まあまあ、まあ、 問題なないいかなっていうねこの R3 とかになりますとやっぱ F2.8 とかのレンズつけた時のこういったこの辺、これ F4 ですけどもね、速さと正確さっていう意味ではまあずば抜けてるかなっていうまあ僕としてはまあ R1 楽しみですよねま R5M2、あ、a r k もね相当なモンスターマシンで来年っていうふうになりますとまた違うアルゴリズムが入ってくるはずなのでまあ2024年ですかねキャノンイヤーは R1 と R5M2 a r k とか 場合によっては、ハイレゾ機、まあ、8000万画素とか出てくれたら嬉しいですけどね、9000万画素とか。キャノンはね、ちょっと、あの、アプリケーションで4倍に、解像感を水増しっていうか、水増しじゃないな、伸ばしていくっていう方向性で、スーパー解像度みたいな感じで、ソフト処理を目指そうとしてるので、まあ、デュアルピクセルシモース F という、全、まあ、画素読み出しの AF でやるからには、9000万画素とかにしちゃうと、9000万画素すべてで AF を読み出すっていうふうになると、まあ大変だと。だから2400万画素が今、ベター、ベストで、2400万画素をかける4倍に、えー、TIFF とか、えー、JPEG を伸ばして9600万画素かな、1億画素ぐらいに持っていくのがいいんじゃないかっていう、えー、今の研究開発の進め方っていうふうにはおっしゃっていたので、僕とはちょっとね、あの、僕の 写真家目線から言うと、ちょっと僕とキャノンとはそこの考え方に関しては、たもとを分かつかなっていう。僕の場合は最初から生のデータのローの段階で、ドーンと9000マウスはでかいのを撮っておいて、いいレンズをつけて撮っておいて、後で必要なところを引っこ抜くっていう、こっちのスタイルの方が、まあ、ライカ Q2 みたいな考え方ですよね。4700万画像。そしてそこを、こう、クロップクロップクロップすることによって、75ミ、mm、リ、35ミ、mm、リ、50ミ、mm、リみたいな形でやっていくっていう。こっちの方が、 スチールフォトグラファー目線で言うと勝ち筋っていうか正解かなと思います。やっぱり後で4倍伸ばすっていう作業自体が高数取られちゃいますよね。トリミングも高数は取られるんですけれども、しなくてもいいわけですから、トリミングってね。ですが、最初から足りないなって思うと全、他の ものに関してはバッチャってて一回伸ばしてそこから JPEGTIFF りで作業というふうになるとやっぱネイティブのローを細かくデータを追い込んでそこからリサイズの方が明らかに、えー、細かなデータ処理が行えますよね。なのでまあもちろん、えー、とマシンのパワーとかあのー、えっ、ー、とまあその SSD とかのディスクの容量食いますけれどもまあそこは ちょっと変えられないかなっていうところで僕の場合は比較的入り添きもう画素数があればあるほどいいそしてコンパクトであればあるほどいいっていうところで現状は消去法でライカになっているんですけども M11 にねまあできればキャノンでもそういったマインドのもとスチールに特化したようなまあ要はソニーでいうとこの α7R5 ああいうカメラをキャノンも早く出してくれっていうそういった マインドででいる次第ですだって2400万画素って言いますけれどもあれだけ1 2キロとかになっているような RF85mmF1.2 のあんだけ巨大なレンズ開発しておきながらやはりネイティブでね1億画素ぐらいのやっぱりカメラをもうボディーでねあれぐらいのレンズ使わないと宝の持ち腐れですよね2400万画素だったらあんなでかくする必要ないって僕はぶっちゃけ考え始めていていて。 いやまあもちろんその CM センサーの性能が上がればね、2 4 0 0万画素でもいい解像度で取っておけば、後にで伸ばせばっていう考え方もなくはないですけれども、やっぱり8000、9000、1億っていう、この辺の画素数を、やっぱ L レンズで、RF の L レンズでね、50とか85の1.2とかで、ドカンと解像していくっていう、ここはやっぱり、うん、ユーザー側としては見てみたい世界ではありますよね。というところで、今日もおカれのお過ごしください。ミスター,ーでした、どうもー。